ジブラルタル博物館は、イギリスの海外領土であるジブラルタルの市街中心部にある歴史、文化、博物学の国立博物館。1930年にジブラルタル総督、アレグザンダー・ゴドリー将軍が設立したこの博物館は、ジブラルタルの岩の何千年にもわたる歴史と、その住人たちのユニークな文化を描き出す一連の展示品を収めている。 博物館の一部は14世紀のムーア人の浴場の遺構である。館長は1991年からクライブフィン・レーソン教授が務めている。19世紀に何度かジブラルタルに博物館設立の動きがあったが実現しなかった。博物館がなかったため地元の貴重な発掘品もザロックから持ち去られる一方だった。初めて発見された大人のネアンデルタール人の 頭蓋骨がロンドンの自然史博物館にあるのはそうした事情による。これはネアンデルタール人の化石としては2番目に発見されたもので1848年にザロック北斜面のホーブス採石場で発掘された。ジブラルタルで博物学的な収集を最初に始めたのは1756年から1774年にジブラルタルでチャプレンを務めた。 ジョン・ホワイト氏である。動物学を学んだ彼は、兄のギルバート・ホワイトの勧めで、動物標本を集めて、イングランドに送った。また、ジョバンニ・アントニオス・コポリから助言を得て、後に、イングランドで本を表し、これは、ジブラルタルの詳細な動物学的報告としては、初めてのものと考えられている。しかしこの、ファウナ・カルペンシスが出版されることはなく、 その原稿と彼のコレクションは現在では失われてしまった。次に博物館らしき記録が出てくるのは1830年になる。サンバーナード病院には博物学と病理解剖学の標本を収めた部屋があった。しかしこのコレクションも今は残っていない。ジブラルタルでの博物館設立について初めて実際に要望が出されたのは ガリスン図書館で出会ったイギリス陸軍士官たちからなるジブラルタル科学協会の1835年の会合においてだった。最初の博物館は賃貸した建物で設立、運営された。やがて博物館運営のエイトが大きくなり、会は博物館協会と名を変えた。協会の歴史における画期的出来事の一つとして、1848年3月3日に、 教会の初期である王立砲兵隊員、エド・マンド・フリント中尉が教会にジブラルタル頭骸骨を寄贈したことが挙げられる。現在の博物館は1928年にジブラルタル総督に任命されたアレグザンダー・コドリー、将軍が設立した。彼は着任すると演説を行い、衰えの兆しが見え始めたジブラルタルに繁栄を取り戻す改革者としての意思を強調した。 この改革者としての仕事の一つが国立博物館の設立だった。着任から9ヶ月後、1929年7月30日にジブラルタル協会が発足した。その主な目的は博物館の設立によって創始国の権威を凍らしめることだった。小鳥は博物館用として隣接した二つの弊社を手に入れることができた。これは それまで武器庫の管理助手の住居とされてきたオードナンスハウスと呼ばれた方の弊社にムーア人時代からの浴場が何部屋かあった点で幸いだった。これらの浴場はそれまで半地下の馬小屋として使われていた。ジブラルタル博物館は1年後の1930年7月24日に開館した。そのちょうど1年後となる1931年7月10日に ジブラルタル博物館条例が、ジブラルタル博物館の運営について定める遺跡及び遺物に関する条例として可決された。1970年代、ジブラルタル博物館に、ジブラルタル鳥類学、博物学協会の最初の事務局が置かれた。この団体の設立者は、当時の博物館の学芸員だった、ジョアキン・ベン・スーザンと、現在の館長のクライブ・フィン・レイソンである。 ジブラルタル博物館における屋外の考古学展示ジブラルタル人社会の歴史に関する部屋。ジブラルタルの歴史に関するビデオ上映。ヘラクレスの柱と呼ばれた頃から今日に至るまでのシンボルとしてのザロックに関する部屋。フェニキア人とカルタゴ人に関するコレクションの展示など。ジブラルタルの博物学に関する部屋。過去の景観の再現。 実際に入ってみられる洞窟、ネアンデルタール人に関する展示など、ジブラルタルの海岸線近くに住む海洋生物の多様性に関する部屋、ジブラルタル方位線に関する部屋、アメリカ独立戦争の間、スペインとフランスはイギリスからジブラルタルを奪おうとして、結果的に失敗に終わった。これは数としては戦争中最大の戦いであり、 中でも1782年9月18日の総攻撃は激しいものだった。3年7ヶ月という長さはイギリス軍が耐えた包囲戦としては最長のものである。模型の写真。家々や街路が細かく作り込まれている。ジョン・フェルナンデズ室にはジブラルタルの幅8メートルにわたるスケールモデルおよびジブラルタルの王子の写真が展示されている。 この模型は、王立公兵部隊のチャールズ・ウォーレン中尉の調査を元に1865年に作られた。王立公兵部隊のエドワード・チャールズ・フルーム少将が制作を監修し、1868年に BA、ブランフィル隊員が着色した。ザ・ロックのラテン名、カルプに関する展示。19世紀の狐狩りと王立海軍予備隊について。 ジブラルタル市街で発掘された中世の遺物を展示する部屋。ジブラルタルの歴史のうち7世紀分をカバーする屋外での遺跡展示。ジブラルタル博物館のムーア浴場の中心となる部屋。ジブラルタルのムーア浴場の見取り図博物館の誓いにはマリン長がここを支配していた14世紀頃に作られたムーア浴場の跡がある。このプライベート用の浴場は、 ジブラルタル総督の皇帝にあったと言われている。ここはイギリス軍が所有する間は馬小屋として使われ、うち一つの部屋は大型四輪馬車が空きスペースに入れるよう床を底上げされた。ジブラルタル包囲戦の際、建物が深刻なダメージを受けたため、浴場は当初より狭くなっている。ここはヨーロッパで最も保存状態の良いムーア浴場の一つである。 ムーア人の遺物に詳しいバジェット・メアキンは、この浴場について1906年に次のように、記している。博物館の庭にある遺跡には、スペイン時代に遡る水路が見られる。この水路は、リンウォールロードから庭に入ってきており、町の南の湧水からその道に沿って流れていた、人工の総水路から来たものだと考えられる。この水路は各部屋の中を流れ、 中庭の下にある水槽に流れ込んでいた。この浴場は古代ローマのハイポコーストに似た部屋構成になっており、常温の着替え室と冷房室、暖房室がある。床下の管を暖かい空気が循環し、床暖房となっていたようである。入浴の手順は暑い部屋と涼しい部屋に交互に入り、汗で体を清めるという現代のサウナ風呂のようなものだったと考えられる。 ありがとうございます。